フジャンの特撮ヒーローワールドへようこそ。今回はね、前にこのご紹介したブルーマーク魂の続きを紹介したいと思います。でね、続きということは第2弾を買ってきたんですかと思われるかもしれないんですけれど、ガシャポンの第2弾を買ってきたわけではないんですよ。実はね、このブルーマーク魂はね、ガシャポンでは第3弾まで続いてるんですけど、それ以外にも実はね、ガシャポン以外の形でね、発売してたんですよね。それが、こちらなんですよね。これ箱付きでね、発売してたことがあったんですよ。このようにね、箱入りでこうやって売られてたわけです。なかなかこれもいいですよね。で、中身はね、あの当時のブルーマークの装備のようにこのヘッダー付きの袋に入ってるんですよ。これはね、当時リアルタイムで集めていた方々はもう感涙でしょう。本当にこれはね、マニア心をくすぐるアイテムですよね。で、ウルトラ Q からカエリマンまでの人気怪獣たちがラインナップされてて、でね、ウルトラマンも入ってるんですよね。で、これがね、マルサン時代のカラーリングを再現したものも入ってるんですよね。それなかなか嬉しいと思いますね。で、中身が何か確認するために一応このね、箱は開いてますけど、このね、ヘッダー付きの袋はね、未開封なんですよ。なのでね、まあ、中身は完全な新品です。ザザ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 ザ。はい、というわけで全部出してみました。いやー、いいですね。このヘッダーのデザインもいいんですよね。ブルーマークの志を継ぐ怪獣装備シリーズ、新ブルーマーク魂の怪獣シリーズバンダイ。いや、いいですね。でもこれはね、当時品とかじゃないので、今回は動画のためにね、全部開けたいと思います。とはいえね、ちょっと綺麗に残したいですよね。はい、というわけで出し終わりました。僕が持っていたのは5体だけだったんで、これだけ一気に増えるとね、本当に豪華になりますね。というわけでね、ソフビなのでちょっとざっくりとご紹介していきたいと思います。まずはね、ウルトラマンです。これね、マルサンの後期のカラーリングを再現しているものなんですけど、実際にね、当時品だったらね、本当にすごい価値でしょうね。で、ちなみにね、ちゃんとね、いや、稼働するんですよ。これがなかなかね、素晴らしいですよ。いや、可愛いですね。後ろはこんな感じです。塗装省略もなくてね、本当に綺麗な仕上がりとなっております。はい、次はバルタン星人です。このね、鮮やかな成型色がね、綺麗ですよね。なかなかこれ造形もいいです。可動箇所はね、このように首と、あと両腕と、あと足ですね。結構こうやってね、ポージングをつけれるので、すごくね、遊びがいがあります。これね、ウルトラマンと合わせるとね、ちゃんとこのバトルシーンを再現できるので、これはね、あの2体一緒にゲットすることをお勧めしますね。なかなかね、ディテールが細かいですよ。いやー、リアルですね。次はラゴンですね。見てもらえば分かる通りね、非常にシンプルな出来なんですけど、なかなかね、いいですよね。これもちゃんと首が回りますし、あと両手と両足が稼働するので、このシリーズね、なかなかね、遊びがいがありそうですよね。おお、怖い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 、おお、これはなかなかいいぜ。はい、お次はね、ナメゴンの蓄光バージョンですね。これは僕が前に持ってたこのナメゴンと造形はね、全く同じなんですけど、カラーリングが違うだけでね、ここまで印象が変わるのかということでね。いや、これね、どっちも好きですね。うん、どっちも可愛い。このように一緒に飾ってあげるとね、なかなか良さそうですね。次はね、ウルトラセブンに登場したキングジョーです。これめちゃくちゃね、造形いいですよね。うん、昔にしては本当にすごい造形です。これね、ブルーマークのカラーリングを再現してるんですけど、この実際のスーツとはちょっと違ったカラーリングがね、なかなか僕は魅力的だなと思います。次はね、キーラですね。こちらもブルーマークのカラーリングです。このね、いびつな造形がたまんないですね。背面は緑色です。なかなかね、斬新でいいんじゃないでしょうか。これもちゃんとね、手足が稼働します。でね、前に紹介したガシャポン版と同じように、今回のソフビにもちゃんと足裏にね、ブルーマークの刻印が入ってます。次はね、ツインテールですね。これ一番できいいんじゃないでしょうか。めちゃくちゃそっくりです。当時の技術をもってしてもここまで再現できてるってね、本当にすごいことだと思いますね。可動箇所はね、このように顔の部分と、あとね、ムチですね。そしてね、ちゃんとね、グドンもね、今回のラインナップに入ってるんで、この2体をね、戦わせることももちろん可能です。このグドンめちゃめちゃ可愛いですね。なんでこんな招き猫みたいな顔してるんでしょうか。いやー、いいですね。
やっぱりね、帰りマンの怪獣がいるとすごく盛り上がりますね。というわけで今回は HG シリーズ新ブルマーク魂をご紹介しました。高くて当時品がなかなか買えないよっていう方には本当におすすめです。小さいですけどね、ブルマークの魂は感じることができます。僕も今後ガシャポン版の続きとか、あとこの箱入りの続きも集めていきたいと思うので、そちらのレビューもお楽しみに。これね、全部揃ったらね、多分30体以上になるんですよ。なかなかそれを考えたらね、楽しみですよね。皆さんもぜひ、集めてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。